今日は、うん、廿日市市久慈島にやってきましたけど、はい、見てもうつくしがほらほらすっごい咲いてる。咲くって言うのかな、生えとるかな。春の訪れを感じる自然豊かな景観が広がる廿日市市久慈島。ここで今回彼女たちが向かったのは久慈島学園って書いてある、うん、小学校じゃない、ね、あ本当だ、車もいっぱい止まっとるけど何かやっとんかな、ね、訪れたのは2015年に廃校になった旧久慈島小学校。実は1年前からある施設として生まれ変わっていました。おはようございます。おはようございます。どうもいらっしゃいませ。こちらはどういった施設なんですか？小学校ですけど。ですね、はい、というかまずはリリュウさんですよね。はい、そうなんです。久慈島を、応援しに来ていただいて本当にありがとうございます。こちらこそです、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。8年前に閉校になったんですけれども、ここをなんとか活用できないかというようなことで花咲館として営業を始めたということです。これは地元の農家さんが作られてここに持ち込まれてる。そうですね、主に久慈島ですよね、はい、という地域で作ったものがこちらにあって、もしかして取れたてですか？そうですね、新鮮な野菜が昨日の夕方取ったものもひょっとしたらいいんじゃないかな。そこはざっくりね。森藤さんが会長を務める久慈島地区コミュニティ推進協議会が運営する久慈島花咲館、地域の内外の人をつなぐ場になればと去年4月にオープンしました。施設にはかつての教室を活用したこんな場所もあるんです。久慈町ルームですか？久慈町を知ってもらおう。ああ、なるほど、なるほど。いろんな昔の、ね、農機具とか、30年前、ね、50年前はもうほとんど農家でしたよね、はい、そうなんだ、わあ懐かしい。ここなんですね、ほら本当だね、小学校の時実験に使った、ね、これ皆さん当然見とってます。知ってる、うん、私どん兵衛大好きなんで、うん、この字を書いているのが久慈島出身の人なんですけれども、はい、そうなんですね。私より一つ下の、人なんですけれどもね、鴨鶴のこの字なんかも彼が書いてるんですけれども、ここの小学校卒業。そうですね、他にも久慈島出身の映画監督の資料や教室の雰囲気を再現した空間など、歴史ある校舎を活用し地域の魅力を伝える久慈島花咲館。実は今月この2階に新たな施設が仲間入りしていたんです。おお、あら急におしゃれ。フロム廿日市、すごい木の香り。何ここ、お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。すごい、すごい木の香りがすごいんですけど、ここは何ですか？こちらはキッチン用品のお店と、はい、廿日市でできた木製品を少し置いております。すっごいおしゃれ。もともとここは図書室だったので。あ、本当だ、本棚ですか？まんまですよ。面白い。図書室だった空間におよそ1000点もの商品が並びました。キッチン用品の販売プロデュースを手掛けるサンビーが運営するこちらのショップには廿日市ならではの一品も多数揃えられています。蔵元錯子工場さんって言って、はい、宮島錯子の職人さんが作ったもので。本当だ、そういう形してる。そうですね、面白い。手触りがすごくいいですし、木目がとても綺麗です。あ、いい香りするわ、癒される。でフライパンのここの柄の部分も、こちらももう廿日市の職人さんが作ってて、もう一本一本削り出して磨いてるんで、すごく持ってもらったら分かるんですけど、はい、すごく手触りがいいと思います。いいチャーハンが作れそうな感じ。廿日市の木材の魅力を多くの人に伝えるため、廿日市木工研究会と共同開発した調理器具。他にも今回オープンしたこちらのフロアでは、廿日市の木工職人が手掛ける家具や雑貨の展示販売も行い、地元で作られる木の製品の素晴らしさを伝えています。さらにこちらがレーザー機器が置いてある部屋になります。危険って書いてある。危険です。いいんです、入って、はい、どうぞ大丈夫です。お邪魔します。あ、プリンターとか本当だ、見たことない機械たちが並んでますけど、こちらではいろいろなものにお客様のお名前だとかメッセージを入れることによって唯一無二のギフトになるので、そういったことをやってる場所です。私だけのものができるってことですね。そうです。で今たまたまお客様の方から、はい、
あの推しのアーティストの画像を包丁に入れてほしいっていうことがあって、はい、ちょっと今猫の手も借りたいぐらいなんですけど、これは私たちが手伝うしかないんじゃないですか。メビウスの手借りていいですか。もちろんです。いくらでも使ってください。特殊なレーザー加工機で包丁にデザインを入れるお手伝い。社長の言う推しのアーティストが誰なのかは完成後のお楽しみということで、早速スタート。マークが出るはずなんですけども、これ実は UV 波なんで、ちょっと鉄に吸収されちゃうんですね。なんでちょっと紙を置いてみます。マークをする場所がこういうふうに浮かび上がります。もう少し包丁を上に上げていただいてよろしいですか。はい、上ってこっちですか。はい、上の方、そちらの方へ。はい、こうやって場所を決めるんですか。そうなんですよ。OK です。はい、今日のお手伝いは F の2のボタンを押すということで、はい、行ってみましょう。 GO! 私が押させていただきます。ドキドキドキする、うん、せーの、 P! おーおーおお、始まった。あ、なんか、あ、すごいすごい。あ、手じゃない。え、すごい。おお、通常鉄にはレーザーっていうのはなかなか入りづらいんですけども、はい、じゃあこれはあの UV レーザーといって、はい、まだ広島県では2例目なんですよ。ここで廿日市の伝統の木工の職人さんの技術と、はい、こういった最新鋭の技術、そういったものをミックスして、はい、何かお客様にご提案できないかということでやっております。そんな話をしている間に、おお、かわいい女の子たちだと思ったら私たちじゃないですか。できるんですね。そうですね。うわ、すっごい細やかに、かわいい、感動する。ここってわざわざここに来ていただかなくてはダメなんで、ここでしかできない、あの実際こういう風に見ながらもできますので、うん、はい、こんなオリジナルのものを作ってプレゼントできるって宝物になりますよ。これはこんなものプレゼントされたら、もしかしてこれ私たちにくださるんですか。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。汗かきベストかきがむしゃらに寄り道回り道してきたけど、それでええね、よかったんじゃね。お天道様は見とる今行くけん、待っとって、会いに行くけん、待っとって、いいなと感じております。また皆さんが集まるところができて、はい、三階級を初めて見学に来たんですけど、あ、福島にない、都会になったような気分がしました。ここに来ていただける理由が、ある店舗を作っているつもりです。この町の商品が咲き乱れるような、店舗にしていきたいと思います。皆さん来ていただいている人、ね、全員に楽しんでほしいですけれども、一番はやっぱりここに住んでいる、特に年配の方がここで暮らしていて幸せだなと感じてもらえるような、ここにいてよかったなと思うように、ちょっとでも、貢献できたらとかと思っております。今日は本当にありがとうございました。また来るけ